はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。ですね、メインストーリーの方のね、この魔源宮殿というところに来ています。でちょっとね、前回と違う場所行ってみようかなと思いまして、森の神聖の絵というところの手前に今ね来てます。でサポートのメンバーはカブトさん、雄大さん、ミクさんに入ってもらってます。でしかも今回ね、戦闘系はバラルさんだけですね。で僧侶賢者という感じでやってみようかと。ちょっと時間かかってもね、この方が安全かなという気がするんですよね。お、これ大盗賊の鍵だった。キングヒドラカードだって。いらねえ。あ、これここダメだ。じゃあどうしよう、どこかな。森の秘密の絵ってとこ行ってみますかね。とりあえずそこへ行ったらまた動画つなごうかな。ここではなさそうですね。はい、ではね、森の秘密の絵の前に来てみましたけど、いいのかな、ここで。違ったらまた他行ってみようかな。おお、やっぱここっぽい。ちょっとドキドキだな。まあ他行ってもね、似たような感じかなとは思うんですけど、ラスボスではないと思って来てみました。さてどうしようかな。仲間を呼びましたね。あなた仲間を呼びましたね。死んだ貴族か。あ、2匹も呼びやがった。結構あれですね、賢者さん攻撃してくれますね。一応作戦はね、なんだっけ、元気に頑張れ、違うな、何でしたっけ忘れちゃった。元気に頑張れでないのは確か。仲間呼ぶな。やっちゃった。正面は食らいやすいと、フレッドさんの方からアドバイスを受けていたにもかかわらず、真正面から食らっちゃった。食らってる、食らってる。ちょっと死神貴族は賢者さんに任せて、この辺のやっといた方がいいのかな。それ違う。これゴールドフィンガーって聞くのかな。これ何を見てるんだろう。どうもね、名前の最初に来てるマークの意味が分かんなくてですね、少なくともゴールドフィンガー聞かなかった。呼びすぎじゃないっすか。これなんだ、なんだろう、なんとかウェーブ。必殺きたな、入れちゃう。
し入れよう。でね、一応武器の方をねちょっとだけ良くしました。まあどの程度効果があるのかはよくわかんないんですけど、まあ見た通りの火力です。そうなんだか。MP が切れんな。ちょっと先に MP 回復するか。他の人は大丈夫かな。わあ、なんか他のやつも呼んだな。あれなんかドッグムーバーは、まあいいや、任せた。あ、違う、自分がドッグムーバーになった、もしかして。なんだこれ。なんだこのドッグムーバーっていうのは。いけないぞ、そんなの。やべえ、これ30分くらいかかるかもしれないぞ。なんとかウェーバーよくわかんないから離れよう。あ、それがドローンウーバーにするやつなのか。わあ、ドロヌーバー。腰戻った。すぐ戻りますけど、なんだこれ。うそ、死んだ。マジか。誰がドロヌーバーだって。仲間また呼ばれちった。死神貴族いいよ、先に倒すか。あ、やべ、ガードとか。お、黄色くなりやがった。じゃあこっちになってるか。ちょっとザコが2匹いるのはきついかなって気がするけどね。やっぱりだな。あ、F になっちゃったよ。あ、ドロヌーバー、ドロヌーバー、ドロヌーバーってなんだこれ。なかなか戻んないぞこれ。よし、戻った。じゃあ MP 回復先やろう。ね、こいつ、やばい、やられる。からな、早く赤くなってくれ。それだけを願ってるぞ。一応死神貴族ありですね。3体は呼ばなそうですね。あれあれ、なんか泥ヌーバーになってないか。泥ヌーバー、泥ヌーバーやめて。F だけ先倒すか。今回は勝てそうっすね。
回よりは楽かな。魅了されないだけいいですね。一応ね、ギリギリ金をね、装備してはきたんですけど、やばいやばいやばい。装備はしてきたけど、今回全く関係なかったっぽいな。しかし赤くはならないぞ。100切ったな。第3点やべえ、食らった。一応もうメインになる方だけ、ダークレアリズムっていうのだけを狙っていこうかなと思ってます。死んだわ。赤くなってるよね。死神貴族よりも明らかに字が赤いもんな。よし、もうちょっとだ。頑張れ。時間かかってもいいと思って今回来てます。よってこれだけをクリアしたら1本の動画にしようかなと思って来てるんです。赤くないか、赤くらんな。泥ヌーバになったみたい。泥ヌーバ。何もできなくなるのか、泥ヌーバ。石だけはできるぞ。やべえ。ちょっと引こう。で、MP 回復しよう。で、カブトさんの MP 回復。あー、やべ、ドロヌーバ。このタイミング、やっぱちょっと早めにあれだな。MP 回復していかないといけないな。やられる、やられる、やられる。逃げるの、これ、逃げるだけはできますね。貴族1匹だけは倒そう。あ、やべえ、またドロヌーバ。ちょっと MP 回復しないとやばいな。しかもこう画面酔いそうだぞ、このなんかあれは。 OK、 神貴族を先に一気にしよう。あー、やべ、正面に行っちゃダメなんだな。逃げるの忘れてた。戻った。落ちた。なんとかウェーブがダメなんだ。これが危ねえわ。仲間呼びやがったな。あ、やべ、いきなりドミノバされたわ。MP 回復に専念しないとダメだな。MP 回復して。きついわ。あと少しなんだけどな。
かな場所。来てる。よし、本体叩こう。もうちょっとだからね。赤くなってもうだいぶ経つと思うんだけどな。あ、これやばいかも。あ、後ろは平気なのか。よかった。大丈夫。あ、倒れたんじゃないか。やった、ようやく目処が立ったぞ。よし、あとは死神貴族だけだ。一応ロストアタック入れるか。ここは慎重に行こう、慎重に慎重に。よし、あと1匹。慎重に行こう。今後ロストアタック入れてくぞ。入れなくても勝てそうだけどね。慎重に行こう。こういう時こそ慎重に。ガードした？あ、倒したっぽい。ようやく一匹倒しましたね。長い、15分ぐらいやってたぞ。お、なんか鎖が消えた。茨か。これなんだ、どこ行けばいいんだ。よかった、クリアできましたね。これで元の世界に戻れんだよね。最初の広間。よかった。じゃあこんな感じですね、1本ずつアップしていこうかなと思います。おそらく 1,2,3 こういうのが4つぐらいあったと思うんですよね。なので、まあ4回に分けていこうかなと。で、僧侶2人、賢者1人、バラルさん、武闘家、この組み合わせで一応1個クリアしたんでね、他もまあ時間かければできんじゃないかなと思いますので、ちょっとそこでね、それをねやっていきたいなと思っております。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。目処が立ってよかったわ。とりあえず森の番人の絵かな、何だろう、何クリアしたんですかね。1個クリアしました。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。